栄冠は誰の手に渡るのか。スコーピオ杯決勝、現在1番人気はグランプリウマ娘メジロライアン。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、2冠ウマ娘タマムクロス。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者オグリキャップ、8枠9番での出走。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロライアン、セニウスカイ快調に飛ばしていきます。先頭はセニウスカイ、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はオグリキャップ、3番手にメジロマックイーン。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に託したのはセニウスカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはメジロマックイーン。オグリキャップ並びかけてきた。外を回ってアグネスタキオン、1馬身離れて名勝ドトーメジロライアン、ここにいます。3馬身離れてアマモクロス、1馬身離れてメジロドーベル、そのうち並んでナイスネイチャー。2コーナー回って向こう正面。順位を振り返っていきます。先頭セニウスカイ、レースはよどみなく進んでいます。続きましたオグリキャップ、1馬身差メジロマックイーン、差がなく名勝ドトー、そしてそのうちから行ったのはアグネスタキオン。1馬身離れてアマモクロス、メジロライアン、ここにいた。そしてナイスネイチャー、その後からメジロドーベル。セニウスカイ先頭進みますが、これは正解でしょうか。セニウスカイ、彼女の客室には合っていますね。先頭は依然セニウスカイ、1馬身リード。続いてオグリキャップ、1馬身離れて名勝ドトーメジロマックイーン、4番手差がなくアマモクロス。ここまでが先頭集団。先頭は相変わらずセニウスカイ。第4コーナーカーブ、およし、掴んで見せる、みんなの輝く夢を。ハム、内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ギリギリ詰めるオグリキャップ。はい、こちらです。名勝怒涛、スコーピオ杯を勝利し最強の座をものにしました。2着にはオグリキャップ、3着に入ったのはセイウスカイ。一緒に勝利。